はい、おかげさまでね、大和くんもすくすく育っており、今回のパパ活は大和くんがね、スクールに行ってる様子、キンダーガーデンに行ってる様子をお届けしようかと思います。先日2歳になった大和くんですけども、1歳の頃からもね、いろいろとやらかしてくれて、キンダーガーデンの方ではね、どういう風に過ごしてるのかなってことで連絡はいただいてるんですけども、こうやってたまに写真ももらえるんですよね。ぼーっとこれはね、運動場で立ってるとこですね。これからどんなことをするのかなというところでございますけども、次の写真、滑り台を降りているとこです。実は大和くんね、滑り台結構得意で、かなり高い滑り台も滑っちゃうんですよ。近所の公園にある滑り台は私の背丈よりも高いね、2メートル50って滑り台なんですけども、そこの上からもね、ズバーっと降りることがあって、まあ勢い余ってね、砂場にビョーンと飛び出したこともあるんで、滑る勢いを抑えるためにちょっと手を添えることも大事なんですけどね、まあ高さの恐怖はそこそこないかなっていうところですよね。はい、これはね、手を添えて降りてもらえてるところですね。ちょっと元気ないですね。はい、これお弁当食べてるところです。私がね、すごく安心する習慣です。やっぱりお食事好き嫌いしてないかなとかね、ちゃんと食べてるかなとか心配になるんですけども、こうやって椅子にちょこんと座ってね、お弁当だよっていう風に出されれば、しっかり食べてるところを見て私も安心です。で、別の写真を見てみましょう。はい、これはハロウィンの時の写真ですね。大和くんは右から2番目、青いヘルメットの女の子の向こうにいますね。ハロウィンのかぼちゃのスーツを着てます。次、これ全体を表しているところですけども、大和くんはね、こうなんですかね、どこって言えばいいかな、真ん中あたりにいますね。すいません。はい、先生の方を見ております。次の写真ですけども、大和くん左側の方におりますけども、なんか手に持ってますね。これバスのミニカーだと思うんですけども、こうね、車のね、なんかミニカー持ってると大和くん安心なんですよね。寝てる時でもミニカーをね、キョロ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 探してギュッと手につかむと安心して寝ちゃうみたいな感じです。はい、大和くんどこにいるかな。あ、右側の方でハロウィンのかぼちゃのスーツ着てますね。みんなでなんかハロウィンの出し物してるところかな。はい、これがですね、運動会の時の模様です。私と一緒に大和くんは、一番右の方の前列のにいますね。大和くんが喜んで両手を上げて駆け寄ろうとしてるところ、私が腰をこうやって掴んで止めてるところですね。これから運動会の行進が始まるかなっていうところでございます。あ、これ大和くんが公園のベンチに座ってるところですね。私と一緒にいる時間です。これ砂場で遊んでるところ。これ以前もお見せしたと思いますね、この辺はね。はい、ドクターイエローの黄色いシューズがお気に入りでございます。砂を掴んでね、不思議そうに遊んでおります。やっぱ地べた座るんで、家帰った時、やっぱり一回お風呂に入れるんですよ。で、こまめなケアしないと、すぐに家の中がね、砂だらけになっちゃったりしますからね。でもその分一生懸命遊んでもらってます。後方の方でブランコしてるのは私の奥さんですね。はい、で大和くんが砂場で遊んでいて、左の方では私が撮影をしていて、右の方では奥さんがブランコをやってるっていうところですね。はい、これはまた別の公園で大和くんが手に救急車のミニカーを持って立っているところです。お気に入りの月のワグマのこうトレーナーを着てますね。桃、桃って言いながらこのトレーナーを選ぶんですよ。確かに桃色ですよ。はい、しゃがんで、これミニカーの中に砂を入れてますね。だからこう、ミニカーの中にね、なんか荷物を乗せたいんでしょうね、きっとね。はい、とってもいい瞬間です。なんかね、貴重な時間を過ごさせてもらってるなって気がしますよね。あ、じゃあ以上にしましょうか。